ご紹介いただきました福田でございます。今日は市長の県議会の仲間であります津村県議会議長、そしてまた石坂自民党県連幹事長はじめ多くの県議、そしてまた船田はじめ代議士、上野美智子文部科学政務官、高橋克典参議院議員、公明党からは山口県連の代表、そして大勢の皆様方がおいででありますが、失礼をして一言ご挨拶を申し上げます。改めて今朝の新聞を見て、広瀬さんの年が、年男ちゃんの年が55歳、今日は55だなとこういうふうに思いましたけれども、青年市長も、いよいよベテラン市長になってきたと。55歳、四捨五入もう60だからね、これと同じで。ということで、このベテランの市長にぜひ下助市政は引き続き任せてほしいと思います。ところで、柿の実が熟すがごとく、市庁舎の場所が決定いたしました。これから工事にかかっていくんだと思います。今日ここにいる方で、三町が合併して新しい市庁舎を8年かけて場所を決めましたけれども、文句ある人いる？ほら、誰もいない。多くの意見を聞いて、どなたにも満足してもらえるような場所を選んだと。これがリーダーの役割だと思います。一人だけ不満を持っている人がいます。私です。なぜならば、自治医科大学の裏側に産業試験場があって、おかゆさんのそこの土地余ってっから川かもしんねえから待っててくれと、うんないと、ずっとうんないで待ってたの。買ってくんないんだもん。土地の値段下がっちゃってるぞ、その間に。しかしおかげさまで自治医科大学にその後取得をしていただくことになりましたので、これはめでたく解決でございます。これからも多くの人の意見を聞いて、そしてまた一つ一つ施策事業を実施していく。で、大きなことをやろうとすれば10年かかるわけですから、10年かかって初めて完成、あるいはそれを超えるものもありますので、これからも皆さんの手で広瀬市長を大市長に育てていただきたいと思います。危険防止だけではダメですからね、不在者投票だけではダメですからね。大島さん、そんなこと言ってくれるけども、もう一つ広瀬俊夫頼んでくれと。広瀬俊夫を頼む、皆さんそれをよろしくお願いを申し上げて、激励の言葉にいたします。次に、自民党栃木県支部連合会幹事長であります